ルイデトハがおった。これ帰ってこんかな。戻ってきてない、戻ってきてない、戻ってきてる、戻ってきてる、戻ってきてる。はい、きたー、うますぎ。俺、こんにちは、せいくんです。今日もですね、山に来てしまいました。ということで今日はですね、こちらの山の方でまたね、昆虫採集やっていこうと思います。今日もね、気温がね、なんと最低気温が2桁を上回っております。これは昆虫いるでしょう。それじゃあやっていこう。赤タテハちゃんやん。なんかすげえナメプされてる気がするんだけど。ナメプされてるのに逃げられる。雑魚。おい、嘘じゃん。今の逃げられてたらもう終わりだって。もう。クソ、早速なんだけど、あれ、ルリタテハじゃない？違うかな？いや、俺の見ま、いや、あれ、ルリタテハだろ、あそこにいるの。いや、絶対気づかれるよな。しかもちょっと草に近くて、取りにくいとこいるし。やっぱそうだったね。まだ地面止まるか、戻ってくるか、戻ってくるか。はい、今日もね、早速ね、タテハチョウ2匹を見かけましたが、なんとね、爆死。ちゃんとね、タテハチョウにナメプをされているにもかかわらず逃げられるというね、クソ雑魚でしたね、今日も。はい。まあ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 、まだね、山のみ登り始めたばっかりなんで、絶対まだいるから。タテハチョウ、ルリタテハとかはね、気温が高い今日は絶対いるはず。撮りたいね、今日もヌリタテハ撮りたい。何タテハかはまだ分からんが、タテハチョウがいたな、この辺。あ、お前か、お前だったのか。逃げられちゃった。ヌリタテハがおった。これ帰ってこんかな。戻ってきてない、戻ってきてない、戻ってきてる、戻ってきてる、戻ってきてる。はい、きたー、うますぎ。俺、いくらなんでもうますぎるやろ。いや、ルリタテハはね、周回するんですよ。きたー、取れてもうたー。さあ、私の大好きな蝶々、ルリタテハという蝶々ですが、ちょっとね、レアなね、カラーリングというか、まあ、模様の入ったやつがたまにいるんですけど、この子はどうかな。この子は入ってないですね。なんだっけ、流星型と、なんだっけ。なんか2個ぐらいね、プラスでね、このね、ルリタテハのね、レアなね、見た目のやつがいるんですけど、なんかお前、なんかちょっと、どういう体勢？どういう体勢なの、本当に。この子はそれではないですね。そのなんか流星型とかいうやつになってくると、こうね、青いラインがあるじゃないですか。この青いラインのところの、まあ、内側っていうんですかね、のところにもちろん青い点があったりとか、そこにね、そこまでその青い線と、そこの点の部分が、つながるような形になったりするんですよね。ちょっと言葉で説明するのはすごい難しいんですけど、まあ、線が入るんですよ、ピーッと。青い線が入ったり、青い点がね、チョンって入ったりするっていうね、まあ、ちょっとレアな形のね、ルリタテハがいるんですよ。実はね、それをね、狙っておりまして。ルリタテハっていう蝶自体はレアじゃないんですけど、こいつ取りにくいじゃないですか。そんな蝶の中でもさらに、まあ、上位種って言われる、まあなんか、まあなんかドラクエとかさ、ああいうこうカードゲーム系とかのさ、わかる、完全な同じ個体なんだけど上位種みたいなのがいるんですよね。そういうのがね、いるんで、めちゃくちゃ取りたいんですよ。ただめちゃくちゃレアなんで、取れるかどうかはね、その捕まえてみないとわからないっていうのもポイント高いですよね。いや、ルリタテハのね、この表側がね、綺麗なのね、もう当然なんですよ。もうこの綺麗な種類なんだから。そう、ルリタテハの表側が綺麗なのも当然で、ルリタテハのマジ本当に面白いのは裏側ですよ。見てください、この神様が雑に決めたみたいな配置。それがね、いい味を出しすぎてるんですよ。いや、マジで絶対神様雑に決めただろうって感じするんですけど、いや、わかりませんよね。めちゃめちゃな計算式の上でこれが発生した可能性もあるけど、これはね、僕の予想なんですけど、多分この模様は自然界に溶け込むためのあれだと思います。だってこっち側ばっかり見せてたら青すぎて自然界で目立ちすぎるんですよ。自然界に基本的に青ってないですから。なので羽を閉じてこっち側をね、見せることによって、まあ自然界で目立たないようにしてるんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。ちょっとなんかめちゃピンボケする。なんでこんな綺麗な種類なのに。だってこうやってさ、落ちてたらさ、もうほぼ落ち葉だよね。ルリタテハはね、羽を閉じた状態に止まることの方が多いんですね。ただね、マジこいつらがね、バカだなーって一個思うところは一個ありまして、こいつら羽を閉じればね、言ってみたら、周りの枯葉とかに、なんか一体化できるのにかかわらず、こいつら道路の上とかに止まるんですよね。道路とか壁とか。多分ね、間違い。うん、枯葉とかの上に止まった方が絶対いいんだけど、なぜかわからんけど、こいつら道路の上にね、ちょんと止まるんですよね。
いや、もしこの世界に本当に神様という存在がいるとするならば、俺はね、ありがとうを伝えたいよね、神様に。本当に、いや、神様にありがとうも伝えることができないまま死ぬのは本当に嫌だ。なんでかって、こんなさ、完璧で素晴らしい世界を生み出してくれて、こんなとんでもなく美しい、かっこいい、かわいい昆虫というルリテ肌ものを作ってくれた神様には感謝しかないよね。と、神様の話は今どうでもよくてちょっと今神様の話はもうどうでもよくて、ルリテ肌がいるんだわ。おったおったおった。いや、下から帰ってこないかな。今あっちに行ったんだよ、ビーって上から。これ下から帰ってきてくれたらマジワンチャン取れるよ。全然上側をね、周回されるとちょっと無理だけど、帰ってこなそうだな。下に行っちゃったね。ってことはまたこれ山降りるときにルリテテハに会える可能性が発生した。あ、でも北テハがいる。ごめん、 GoPro の電池切れたわ。これさ、ルリテテハぽいよね。ちょっと GoPro の電池切れたけん、ちょっとこっちのカメラをね、ちょぶら下げた状態でやるけど、ちょっといつもより見えにくいけど、ちょっと許して。 GoPro の電池切れたわ。左になんかいいんだよな。やばいな、影が。逃げられた。うわ、逃げられたよ。ちょっと難しいよ、地面に止まってるやつを取る方が難しいかもしれん、ルリテテハに関しては。地面に止まるけんさ、マジ取りにくかったりするんだよね、本当に。うん飛んでるやつの方が取りやすいまであるぞ、ルリテテハ。あそこいるくね。ちょっと待って、これ地面からさ、三角形に飛び出てるもんね。絶対そうだろう。取りてー。でもまた地面におる。クソがよ、取りにきんやって、地面におんの。あ、飛んだし、最悪。こっち来る、こっち来る、こっち来る、こっち来る。あ、いや、来ない。いや、来るか、来るか、来るか。止まった。近い、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 近い。クソむずいんだって。あ、もうマジでむずすぎる。マジでむずいって。あ、なんこいつ、なんこいつ、なんこいつ。取った。この子もルリテテハと一緒の越冬組の北テハですね。北テハ、北テハ。ツマグロヒョウモンとかに似てるんですけどね。バイバイ。いや、ルリテテハな、結構な数いるよな。やっぱあったかいと、なんかすげえでけえ鳥いたんだけど今。やっぱあったけえといるよな、ルリテテハ。いや、なんかトンボとかと一緒で来る方向がなんとなく分かってるから予測で触れるんだけど、止まってるやつはなんか無理止まってるやつは無理。警戒心急に低そうなのに高いもん。絶対低いやん、だってあんなの止まってる時なんか。なのに爆速で飛んでいくやん、あいつ。出たよ、ヒメツチハンミョウ。結構ね、好きな虫なんですけどね、僕実はこいつ。でもこいつね、触るとね、毒液ブニュブニュ出てくるからね、あんま触れないんすよ。止まってくんねえかな。えいえいえい、止まらんか。止まってくれたらね、最近ね、僕の元に届いた TG7 っていうね、とんでもないカメラがあるんですけど、防水防塵、あと振動合成もできちゃうよみたいなカメラがあって、とんでもカメラなんですけど、そのカメラを使って撮影してみたいんですよね、こいつ。ほら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 、止まれやお前、バカ歩くやん。今地面歩いてからさ、なんか歩いてんなと思って分かったんだよね。乗ってきやがったこいつ。この子オスだね。ごめん、 YouTuber としてあるまじき行為ではあるんだけど、帰り道にね、ルリテテハが飛んでるのを見つけて採集できました。ごめん、捕まえるシーンとかね、いるところをね、撮影する時間なかったわ。飛んでたからね、速攻でバイク降りて速攻で追いかけて捕まえた。いや、ごめん、カメラね、起動する時間なかったわ。で、こいつがちょっとスバル型か流星型か見ましょう。この個体はスバル型でも流星型でもないですね。綺麗だなぁ、ほんといい蝶だ。ということで今回こんな感じで終わっていこうと思います。今日もね、こちらの山の方で昆虫刺しやってみたんですが、分かったこと、ルリテテハは止まってるやつよりも飛んでるやつの方が取りやすい
いや多分これ共感できる人いると思うんだよね。なんかオニヤンマとかさ、ああいうトンボ系と一緒で飛んでるやつの方がね取りやすかったりするんだよっていうことが分かりました。皆さんもねルリテッハ結構捕まえるの難しい種類ではあるんですが、神が作った造形美な昆虫ではあるのでね、捕まえてみてください。こんな感じでね、僕は昆虫採集してる動画いっぱい上げてます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また次の動画見てください。バイバーイ。